自家点とは、ケテンガに量化して生じる有機化合物である。オキセタン缶を持つ。無色の液体で、摂氏500度以上に加熱すると、熱分解により単量体のケテンが再生する。有機合成主薬として用いられる。生体にとって有害である上に、空気と混合した状態で、摂氏33度以上になると、爆発の恐れがあるなど反応性にも富むので、扱いには、 注意を要する。ケテンやそのアルキル誘導体は、容易に二量化を起こして、ケテン化合物を与える。ケテンや、その誘導体は、アルコールやアミンと反応して、アセト酸酸エステル、またはアミドに変える。アニリン誘導体と縮合した、生成物は、ノールキのリンゴー性の基質となる。他、尿素と反応して6、メチルウラシルを与えるなど、 様々な複素感合成で主役として用いられる。A.B.C.D. クレメンス R.J. ジケテネイ・エンサイクロペディア・オブリエージェンツフォー・オーガニック・シンセシス・パケット、エルエド、ボリューム3、ピアニッシモ、1938から1941、ジョン・ワイリーサンズ、ニューヨーク。2004、ジケテンサイ、K.K.S. ギルバート、T.M. クランプ。 djorg, a 二千七 2007, 72, 9761から 9764, 2007, doi, 10.1021, 上7013,092ありがとうございます。